こんにちは。今回はパイロットが避けたい失速についてです。英語でストールと言います。失速とは速度が遅くなって墜落してしまうだけではないのです。速度が速くても飛行機は失速する可能性を持っています。失速とは翼の表面から気流が剥離してしまい、急激にリフトが低下する状態のことです。機種を上げすぎてアングルオブアタックが限界を超えてしまうと翼から気流の剥離を引き起こします。失速はいかなる待機速度や機種のビッチでも起こります。機体が失速したら翼はもうリフトを生み出していないと思われがちですが、多少はリフトを発生しているのです。ただし、機体を水平飛行するだけのリフトを生み出せていないのです。次に、気流が剥離し始める場所についてです。ほとんどの機体は翼の付け根から失速を始めます。なぜなら、翼の先の方にはエルロンが取り付けられていることが多く、エルロンの近くで気流の剥離が起こってしまったら、エルロンの効果が得られず、機体は操縦不能に陥ってしまうからです。なので、翼の両端は少し下の方にねじってある形で失速しても最後の方に失速するように設計されているのです。失速の進行は内側から徐々に外側にかけて進みます。翼には飛行機がストールを引き起こしそうなことを伝える装置が埋め込まれています。これがストールをパイロットに教える装置です。機種が上がると翼の上と下を通過する気流の流れに変化が起きます。ある一定以上機種を上げた時に、機種の前側に開けられた穴から空気が入り、中にある笛のようなものを鳴らします。その音がパイロットに伝わって、もう少しでこの機体は失速する可能性があるということを知らせるのです。トレーニング用の機体は失速したら機種が自動的に下がるように設計されています。これによってアングルオブアタックが緩やかになり、失速を回避することができるのです。しかし、とても重たい荷物などを一番後ろの荷物入れに積んでしまったりしていると、失速した時に機体の重みで自動的に機種作業をして失速回避をしていたものを、後部の重りのせいで失速回避が不可能に陥ってしまうことがあります。失速が回避できなければ飛行機は十分なリフトを得られず、地面に真っ逆さまです。このような状況に陥らないためにも、飛行機を飛ばす前に人間や積み荷の重さや位置を計算しましょう。また、ボールのような転がるものは離陸時に機首を上げたら後ろに転がっていってしまったり、飛行機の重心の位置が変わってしまうので、しっかりと計算した位置に固定するようにしましょう。翼が失速するのは待機速度、フライトシチュエーション、重さ、ロードファクターや密度高度などは関係なく、いつも決まったアングルオブアタックです。機体のデザインによっても変わってきますが、約16から20度のアングルオブアタックの時に翼の上面から気流が剥離をし始めるのです。スピードが遅いとリフトが減ってしまう分、機首を上げてリフトを補おうとします。速度が遅すぎるとアングルオブアタックが16から20度を超えてしまって失速に陥るのです。しかし、飛行機を失速させるのにスピードが遅い必要はありません。例えばこの図を見てください。機体が100ノット地面に向かって下降しているとします。そして、地面が近づいてきたので、パイロットは勢いよく操縦桿を引いたとします。そうすると、重力と遠心力のせいで、機体はすぐにはフライトパスを変えることはできません。しかし、操縦桿を引きすぎたせいで、アングルオブアタックはとても小さい状態からとても大きい状態に気になってしまいました。この時、機体はスピードに乗っているのにもかかわらず、失速に陥ってしまいます。この時、遠心力がウェイトに加わったことにより、リフトをより多く発生してあげる必要がありました。この図を見てください。左側の縦軸がストールスピードの上昇をパーセント表示したもので、右側の縦軸が飛行機にかかる G を表しています。先ほどのように急に降下から上昇しようとした場合、G がかかってしまいます。図に表されているように G がかかればかかるほどストールスピードも上がってしまいます。また、旋回中も G がかかるのです。旋回などをすると多くの G がかかります。それを表したのがこの図の横軸です。通常の旋回の場合は30度以下のバンク角度が多いです。しかし、急激に曲がろうとするとバンクをきつくしてあげる必要があるのです。バンク角度が50度近くまでいってしまうと、ストールスピードは45から 50% も上昇してしまうのです。もし機体がその速度に達していなかったら、飛行機は旋回中であろうと失速してしまうのです。バンク角度や G 以外にも、ストールスピードを増してしまうものが、翼表面のアイスです。寒い日、雲の中を飛行していると、翼に水蒸気が当たり、氷の成長がどんどん進むと、翼に当たった氷がどんどん凍り、成長していってしまいます。氷の成長がどんどん進むと、翼の表面を流れていた気流がうまく流れず、リフトの低下を引き起こしてしまうのです。その他にも、気流がスムーズに流れず、抵抗も増してしまいます。ある実験検証の結果、翼に約 0.8 ミリの薄さの氷が付着してしまったら、約 25% ものリフトが失われてしまうということが分かりました。高度が上がれば、気温も下がります。約18000フィート以上に上昇してしまえば、空気中の水蒸気は凍ってしまい、翼にぶつかっても翼にくっつかなくなります。大型の旅客機などは高度3万フィートあたりを飛行しているので、離着陸時以外はアイシングの心配はありませんが、小型機や訓練機は1万フィートよりも下での飛行が多いので、より注意しましょう。離陸前に翼に氷が張っているようならば、必ず氷を取り除いてからテイクオフするようにしましょう。また、クルーズ飛行中、誤って雲の中に飛び込んでしまい、翼に氷が張ってきたら、180度 U ターンして雲から出て氷が蓄積されるのを一刻も早く回避しましょう。最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしければチャンネル登録よろしくお願いします。